の球を投げても三振取れると思ったんですけどね、はい、ライトへの当たり、ライトは村上から。そうですよね、あんな打球打てたらいいでしょうね。あ、さあ今日の近鉄の先発は特に立ち上がりからストレートが144、5キロ、今日は球の走りがなかなかいい、まあ、これで三ツ山もリードメンもさらに良さが出てくるかもしれませんね。そうですね、一試合だいたい9個から10個近い三振を奪ってます。三振、今度はストレート4つ目、三振を4つ奪ってきてます。フォークの攻略法といいましょうか、特にこのノモの攻略法を新井さんの目でアドバイスいただくとどういうことになりましょうか。もうノモフォークをちょっと見られることが多いんですよね、で特に選球眼のいいセーブのバッターたちにはあまり通用しなくなってきてるんですよね。なるほどね。さあバット選手ですから、少々のこう故障とかですね、はい、その我慢してやるタイプのピッチャーですよね、結構力ある人ですよね。そうです、もうこの人のバッティングセンス抜群ですね。センスがいい、はい、三振空振りです。特にどういう点、ファウル、三振、三振をした試合は7試合です。新井博正さんの解説でお送り、はい、そのパリーグの中でも一番投手力落ちると思うんですね、ダイエーが、はい、その弱いところを近鉄だ、まずインコース、あとは歪みなりです。速い球、三遊間を破った、二塁ランナー三塁ストップ、またまたですけどね、はい、決まった2球目、今度は3球目です。ストライクなりません、ワンツー、あー、いい球、ツーエンツー、2点差を追います。ダイエーファール、押し出し、さあこれは野茂にとっては嫌な、後ろへ飛んでしまってるっていうのが多いですから、はい、バットの出を意識してるんだと思います。2桁10個目三振ですが、ここまで10個の三振を奪う力投です。ストライク見逃し三振、11個、2アウトを取りました。いずれも三振でのアウトです。さあ野茂、12個目なるか、三振、この試合12個目、今シーズン合わせて130個目の三振を奪い、一つも分かってなくて3連敗なんですが、今日のようなこのピッチングというのは西武戦への通用と考えます。今回はまあ同じようにダイエーでも2点取られましたよね、はい、であとその佐々木選手のそのまま抑え切ることができれば別に西武でも問題ないんですけども、西武はそういうチャンスになんとかしてですね、2アウト2塁1塁、初球打ち、打ち取ったか、大石2塁に送ってフォースアウト、